皆さんどうもこんにちは、エルザです。今回のテーマは公営の有効キルって何について話をしていきたいと思います。まあ、有効キルとか結構無駄なキルとかっていう言葉が出てきたりしていますが、このあたり考えるとね、結構難しいポイントなのかなと思います。まあ、実際有効キルといっても状況によっては全く有効キルじゃない、なんか同じシチュエーションでも違うっていうことがあったりするので、まあ、公営なりのこういうのは有効キルだなっていうのを紹介できればなと思います。まあ、これに関してはいろんな人の話を聞いたりとか、僕の主観で試合に勝ちやすい対面ができたなとか、キルが取れたなっていう時のものをまとめていますので、まあ、参考程度にしていただければと思います。それでは早速解説していきましょう。それでは早速試合を見ながら解説をやっていきましょう。今回紹介したい公営にとっての有効キルについては3つあります。では1つ目、人数不利の時のキルというのが大事になります。まあ、これに関しては公営の役目というところもありますが、まあ、他の武器でも言える部分かなと思います。で、人数不利の時のキルっていうところで、まず人数不利の状況を考えていきたいと思います。まず人数不利の時ってどうやってもね、守りの意識が高くなるんで、生存しないといけないとか、防衛を固めようとかっていう意思が出てくるのかなと思います。で、これ自体悪いことではないんですが、これもちょっと攻めるというか有効キルを取る上ではちょっと危ない部分というふうになります。で、人数不利な時、自分たちが不利な時ですね。で、理由としては人数不利ということは相手の方が人数有利状態なので攻めやすい状況なんですよね。で、その攻めやすい状況を止めるという場合は、まあ、スペシャルで足止めをするのか、それ以外の方法としてはキルを取るというのが一番の手段となります。よく考えてもらっていいんですけど、自分たちがいざ攻めようとなった時に相手に味方がキルを2枚取られたとかなったら、ちょっと動きづらいんですよね。こんな感じです。なので、まあ、守りは守りでちゃんと生存もしながら守りながらってことはやることはもちろんなんですけど、その中でいかにキルを取るかっていうことが大事になります。で、このキルを取ることによって人数有利、まあ人数維持でもいいし、同率まで持っていければ有効キルを大量に作ったことになりますので、かなり味方への貢献度が高くなりますよね。まあ、そういった意味では人数不利時のキルっていうのはとても大事なところとなります。まあ、このあたりはね、自分視点だけではなく相手視点も交えて考えてみるといいのかなと思います。人数が少なくても、まあ、例えば3対4でもこっちが2人落としてしまえば3対2になるじゃないですか。その時って攻め時になりますよね、1人少なくてもね。まあ、そんな感じで人数有利を作るのが大事になりますね。で、まあ、ちょうど試合のところで、3枚1人で持っていきましたが、こんな感じで有利を作ると味方が左側どんどん上がっていきます。全体的にカウント進めようで前に上がっていきますよね。こんな感じで試合としてカウンターが進むきっかけ、まあ、今回進んでないですが、カウンターが進みそうになるきっかけを作れるので、まあ、有効キルが作れたという展開になるわけです。不利な状況だったんですけど、有効キルが決まって試合が動きましたよね。で、相手がそれをさらにいいキルで返してきたんで試合が維持されたままっていうところになります。これの繰り返しとは、あとは有効キルをどれくらい取れるかってことですね。人数不利の時どれだけ守りきれるかっていうわけじゃなくて、守りながら相手の数をしっかり減らせるかっていうのが大事になってくるわけです。そう考えるとね、結構難しいよね。そこで後ろで待ってないでちゃんと前に出てキル取ろうとか、抑えて通らせないようにここでキル取れれば楽だよねとか考えると、ちょっとね、防衛のラインとかの考え方も変わってくるんじゃないかなと思います。はい、それでは続いていきたいと思います。敵陣内でのキルが必要となります。先ほどは人数不利の時に、まあ、自陣寄りからの有効キルを取る話的なところでしたが、それとは逆で敵陣内でどうやってキルを取るかが重要になります。今ちょうど敵陣内でキルが取れましたね。こうなった時って敵って防衛ラインが1回破壊されるので、どうやって試合を立て直すか、防衛、まあ、カウントを進めないようにするかっていうのが考えとして出てきます。結構ね、しんどい状況になるんですよね。で、こうなってくると敵はガンガン攻めるしかないし、まあ、カウントが進むのが終わるまで待つしかないという状況になるんですけど、敵陣内で敵のキルを取っただけであんなにごちゃごちゃし始めるんですよ。
こういうのは有効キルになります。ただ面白いのはその状況の時に一人で突っ込んで中央とか取れてないじゃない、突っ込んで敵陣のキルを取ったのか、それとも中央も取った上でさらに味方も横にいて、じゃあ押し込めますよっていう準備万端の状況で敵陣内でキルを取るってなった場合は意味が変わってきますよね。そういった感じで、そういったキルだと試合のカウントが大きく動くので有効のキルとなります。まあこれ敵がね中央取ったんでクワッドが先陣切ってきてましたが、敵自体は全員後ろにいましたね。全員ガチアサリ周辺にいましたね。こうなってくると一人で突っ込んでしまうことになるので、キルを取ったとしても前に出てくるのが遅いので有効キルじゃなくなったりするんですよ。ただのキルになったりします。無駄なキルではないんだけどただのキルかなっていう程度になったりするので、結構ねこのあたりのさじ加減というかバランス取りが難しいところとなりますね。なんか前に出るのか後ろでキル取るのかいろいろありますが、有効キル2つ目に関しては、まあ、敵陣内でキルを取るとどういったカウントの進み方がするかによって得られる恩恵があるっていうのをイメージするといいのかなと思います。でこれ最後防衛のターンだね。まあこれね味方がね結構優秀でね、中途入れさせる代わりにも敵ワイプアウトを取って近く取りましょうみたいな流れでしたね。まあ、こういうのができると一番いいのかなと思います。それでは2試合目3つの有効キルについて話していきたいと思います。3つ目は味方ですの時のキルとなります。まあ、これはね味方がどこでキルをしたかデスをしたかっていうのが問題になってくるのでちょっとね難しいところですが、これができるかどうかでカバー力が大きく変わってきます。基本的なんですけど、あの後衛に関しては必ず前に味方がいる状態で、かつ敵と味方が戦っている場所を見る必要があります。まあ、今みたいに視界に入ってますよね。でここ失敗するんですけど、今のでキルが取れていれば自分がワイプアウトの最後の1人を取れたので、まあ、有効キルを作れたんですよね。ただ味方のカバーが上手かったんで味方が有効キルを取って試合を謳歌してます。まあ、今みたいな感じです。味方がデスした時に、まあ、状況として、まあ、先ほどはワイプアウト取ったんでめちゃくちゃいい結果なんですけど、試合の中で起きることとしては3対4ができます。でその3対4がね自分たちが3の敵なんですけど、ここで敵を1枚、まあ、味方を倒したやつを1人倒すと 3-3 に持っていくわけですよね。で 3-3 になる時間がお互いに10秒か9秒出てくるので、そうなってくると敵は攻めやすさでいうと、まあ、人数的には同じなので攻めづらくなるんですよ。前に出るきっかけとして難しくなるので、まあ、そういったところで考えると味方がデスした時にいかにキルが取れるかどうかで試合の動き方が変わるというか有効キルの度合いが変わってきます。だから味方が前でボコボコ死んじゃうんだよねっていう試合よくあるかなと思うんですよね。後衛やってると、まあ、よくあります。まあ助けれねえよっていうキルも、まあ、キルデスもよくあると思うんですけど、それをいかに有効キルに変えれるかっていうのが後衛として一番重要な有効キルの方法となります。結構ね腹立たしいところではあるんですけどね、本当これ大事ですね。で味方が本当デスした時にちょうど見てないといけないし、じゃあ見るためにはどうするかって言われると、味方と敵が常に対面してる場所を視野に入れとかないといけない。ということは味方の名前は最低限自分の画面前にないといけないという状況を作らないといけないので、視界の確保とか試合の立ち位置とか距離感っていうのがすごく大事になってきます。でこの試合は結構ね入り組んだマップなので、ルール関与しながら味方が前に出た時に合わせて視界に入れるみたいなことをしてますが、基本エリアを確保してますね。まあ、この状況だとなかなかカバーっていうのはできないと思います。まあ、ある意味悪い例ですね。で味方左でやられたんですけど、まあ、スペシャルでやられたかなっていうので一旦そのまま前を押さえてます。ただ味方がなかなか前に出てこれないので、この辺りはねちょっと待っててスペシャルで押されたっていう状況になりますね。でまあこっからまた味方と協力してやっていくわけですが、味方のデスのカバーとかがよく見れるのかなと思います。基本的にこの状況でっていうなると、まあ、前衛が頑張って前に出るのもあるんだけど、後衛も味方がデスした時にカバーしきれないと試合の展開って難しくなります。でこれはね味方がキル取ってうまかったんでね、
でこうやってるとこれ左行くんだけど味方がカバーしてくれるんだよね。ブラスターさん偉いよね。あれ味方の有効キルですね。でこれも押し込みます。まあ、ここはちょっとゴリ押しなんでね。でここから試合がだいぶ良くなってきたんでここから試合を動かしていきます。味方がやられそうってここで切れると、味方はデスしてないんだけど、あ、まだデスしたね。ギリデスしたけど、まああれもすぐ倒したんで有効キルとなってます。試合は動かないですよね。で、相手がさらに押し込んできてますが、ここは生存しながら味方が戦っているところのカバーに行きます。でも味方死んだんで今探してますね。で、パブロがちょっと邪魔なので処理しました。ちょっと遅めのキルだったのでこれは有効キルにはならないです。これはしないといけないキルですね。試合がカウント進むきっかけになるキルかというとそうでもないです。最低限ですね。でここでまたカウント取ります。ブラスターの人がね結構有効キルが多いんだよね。でまた押し込んでという状況です。まあ、こんな感じで味方がデスした時に、まあ、とりあえず自分じゃなくてもいいんで味方もカバーしてあげるのが大事です。で味方やられたんで自分がそれのカバー入ります。でここも、まあ、最後うまいこと直が当たったんだけど、最後の方も味方がやられたのが分かってたんでその付近にいる敵を処理したら相手の攻め具合がちょっと落ちましたよね。人数一緒になりましたが、そんな感じで試合が止まったりしますので、意外と味方がデスした後のキルっていうのは大事となります。はい、ということで後衛の有効キルについてはいかがでしたでしょうか。まあ、結構ね早口でたたって言ってきましたが、3つの要点を覚えてもらえるといいのかなと思います。多分普段からこういうキルは取った方がいいよとか言ってることをまとめた感じになるかなと思います。まあ、具体的になんでこれが有効キルなのかというとですね、たださっき話した3つの有効キルに関してなんですけど、状況によっては有効キルじゃなくなるんですよ。でその理由としては、まあ、相手がカウントを進めれるきっかけを潰せれてるキルなのかとか、味方が前に出やすくなるキルなのかとか、その試合の状況を大きく変えるかどうかっていうところが関係してるので、必ずしもさっきのが有効キルっていうわけではないです。必ず取った有効キルだよというわけじゃないです。状況次第です。なので前目に行ってキルを取ったっていうのでこれ全部有効キルっていうわけではないですね。味方がカウントをそもそも進めてないとか、1枚抜けられてて中央がもう敵にその1枚に残り3人やられたとかよくある話なので、まあ、そういったのは有効キルにならないですし、まあ、そこのあたりの、ね、バランスというか、全体感がすごく必要かなと思いますので、そのあたりだけは注意するようにしておいてください。ということでご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。